もっと聞いてね MBS。 箕面という名前、土地の名前は難読地名としてよく取り上げられますね。農家の方が使う、農作業に使う道具の実ですね、そしてそこに表と書く、表面と書くで箕面というふうに読みますけれどもね、滝が有名で、特に秋の季節になりますと紅葉が綺麗でね、温泉がてらにこの箕面の大滝を見に行くという方は関西にも結構多いんじゃないかなというふうに思います。私も以前一度 MBS の社員旅行といいますかね、アナウンサー室の部内の旅行がありまして、それで行ったことがありますね。確かもうあれは私1年目だったと思いますね、 7,8 年前ですけども、とても景色が良くていいところだなというふうな記憶はあったんですが、当時はまだ私その阪急電車に乗ってどこかに出かけるとかね、その大阪の土地関係がどこに何があるとか、そういうものがあまりはっきりと分かっていない時だったものですから、もう一生懸命ですね、こう地図とにらめっこして、これで合ってんのかな、こっちで合ってんのかなと思いながら、不安ながらに坂道を登って、もみじの天ぷらって何とか思いながらね、登ったのはなんとなくこう覚えていたりするんですけど、それぐらいのイメージしかなかったもんで、箕面市どれぐらいの広さがあるのかっていうのも知らずに、とりあえずは行ってみようと思って今日行ってまいりました。でこの阪急電車に乗りましてですね、もう割と早かったですね、30分ぐらいでしたかね、あっという間に着きまして梅田から、で降りまして、途中乗り換えはあるんですけども、ね、石橋という駅で乗り換えるんですけど、で箕面駅で降りるもんだとばっかり思ってたら、箕面駅では降りずにその手前のですね、巻落ちという、あまり私は知らなかったんですが、牧場の牧という字に、落下さんの落、ね、落ちるってね、落雁の落ですよね、なんで落雁で例えたか分かんないけども、落ちるという字ですね、なんかこの時期にあんまりこの説明したくなかったですけどもね、巻落ちというですね、いう地名がありまして、でここで降りまして、ただ降りたらね、本当に住宅街なんですけど、ちょっとなんていうのかな、一軒あたりの間口が広めの割とね閑静な雰囲気の住宅街で、でずっとその住宅街の中を抜けていくんですけど、一軒家のものすごく大きなお家があったりとか、2階建てのお家なんですけど、その横に駐車場があって、ちっちゃいねガレージみたいなのがあるんだけど、そのガレージが2階建てになってるとかね、多分自動で昇降したりする感じのやつだと思うんですけど、わなんかちょっと経済的に余裕のある方々が多いのかしらとか思ってね、ずっと歩いていたんですけど、で駅から歩いてそうですね10分ぐらいでしたかね、ちょっと小雨パラつく中でたどり着きましたのが箕面市役所。なかなか立派な建物で、広い敷地に駐車場もあって、で庭にはなんかソテツみたいなのが植わっていたりね、こうなんか木があったりとかして、子供の手形を集めたオブジェみたいなのがあったりとかして、なんかこう高級感あるなという感じですね。で別館もあってみたいな感じでしたね。大きな通り沿いに面していました。で中に入りますと女性の受付の方がいましてね、でこんにちはって結構大きい声で言ってくださって、おすごいなんかちょっとオープンな感じだなとか思いながら入っていったら、今日にぎわってましたね。朝早かったからかもしれませんけども、かなり人が多くて、ひょっとするとこの季節転入とか転出届を出しに来ているとかね、何かこう確定申告に使うような書類がなんかあったりするのかなとか思いながらね、行きまして、で2階に上がりまして訪ねましたのは、この箕面市役所のですね、市政統括副部長の小西さん、それから地域創造部、箕面営業室の室長の栗尾さん、でそれと、地域創造部箕面営業室営業観光グループグループ長括弧3次の、古野さんというね、3人の方にですね迎えていただきまして、男性の方でした。1人は背広姿なんですが、あとの2人はいかにもこう役場勤めっていう感じの作業着ね、あれいいですね。番組もあれ作業着作りたいなってちょっと思ったりね、いいですよね、あれこう胸に名前が入っててね、次新って書いたこう作業着でこうやったら面白くないですか、ハッピーもあんのにね、
ハッピー姿の写真が載っておりますので、アンドプレミアムにはぜひこれもね見ていただきたいんですけど、でまあ中に入っていきましたら、本来ですと災害対策室といいますかね、何かこう大きな災害が起こった時にはこの部屋にこの役場の職員の方々がわーっと集まって、ここを災害対策本部として使うという非常に広いですね立派な部屋で、で大きなモニターがあったり、横には大きな箕面市の地図で、箕面市っていうのはすごく独特の地形をしてるんですけど、その地形をモデルにした模型みたいなものねがこうドンと置いてあったりとかして、いかにもそういうわそういうとこっていう感じがしてね、でこのお三方が教えてくださったんですけど、あの壁全部ホワイトボードなんですよって、ああなるほどってね、ここでもし何か災害が起こった時は情報をこの壁にバーッと書いていくこともできるというね、そういうちょっとこう、まあ、大事な部屋ですよね。まあでも普段はそういう会議とか、それから我々みたいな何かこう物聞きたい人が来た時に応対する部屋として使っているという部屋に入れていただきまして、だだっ広い部屋の片隅に机が組んであって椅子が置いてありましたんで、そこに座りましてお話を伺いました。そしたらやっぱこの箕面市というところはね、やっぱり改めてお話を伺ってると面白いところだなというふうに思いましたね。何がと言いますと、ここはねやっぱりね、もともとやっぱ村だったそうですよ、まあ、ご存知の方も多いかもしれません。昔はあの猿が多くてね、でその観光客の方から無理やり食べ物を取ったりとかして危なかったりなんかもしたみたいです。最近は猿がねいなくなっちゃったということなんですけど、その箕面市がどういうふうにして出来上がっていったかというと、本当何もない農村地帯、本当にまあ何て言うんですかね、静かな村という、町外れの村という感じだったそうなんですけど、まあ西国街道沿いなので、まあそういう通り道はねあるけれども、別に何か産業が大きくあってそれで発展しているとかいうこともあまりない場所だったそうなんですが、まあ炭焼きなんかが昔はね盛んだったところだそうで、まあ炭焼きが盛んって聞くだけでも、まあそんなにこう人の行き来が盛んな場所じゃないだろうなっていう感じは分かりますよね。でそこにですね、ある時ですね、大正時代ぐらいですかね、よりももうちょっと前ですか、にですね、箕面有馬電気軌道という鉄道を施行というね話が持ち上がるわけですよ。梅田から電車に乗ってずっと走っていくと、宝塚を経由して箕面、もまあ箕面はまたちょっと別なのかな、宝塚経由してで有馬まで、まあ温泉地まで行ってしまうという、まあそういう観光目的で行き来をすることができるようなこの電車を走らせようと、鉄道を走らせようという計画が持ち上がるわけです、まあ、今の阪急ですけどもね。で今有馬まで行けないじゃないっていう話になってくるんですけど、そうなんですよね、あれは結局宝塚までは行けたんですけど、そっから先に伸ばすことができないままになっているという、まあ、状態なんですけど、最初当初の目的としてはそういうことが予定されていた。でその時にですね、箕面方面にも、まあ、言ったら箕面も滝があって、お寺もたくさんあって観光地としてもともと有名なところだったようですね。松尾芭蕉なんかも行ったみたいですけども、そういうところということで、言ったら一つの一大レジャー施設みたいなものを作りましてですね、大きな観覧車をこしらえたりですね、動物園を作ったりして、で、まあ、もちろん滝も見ることができるし温泉も湧いていると、もうこれはいいとこだというので、そこにですね向かう観光列車みたいなものを走らせるということで電車が鉄道が走り出したということなんですね。でこの箕面のあたりはですね、もともと本当にずっと畑があった場所ですから、この畑をずっと抜けていった先にですね、で当時の写真なんかも置いてありましたけど、こう駅があってね、でその駅のすぐ横には大きな公会堂みたいなものがあった、まあ、そこでは多分イベントをやったりとか、今でいうね演劇をやったりとか、そういうことがあったんだと思いますよ。で大きな大きなですね広場がありまして、でその脇にはですね、この町の入り口のところに電飾塔というですね2本の、まあ言ったら凱旋門みたいなものがねドンとあって、それには光がこうピカピカ光るわけですよ。それはまあ当時の人はびっくりするようなおしゃれなですね、まあおしゃれといえばアンドプレミアムですけれども、そういうおしゃれなですねこう飾り付けがしてあると。でこの門をくぐっていきますと、まあ、柳がありましてね、いろんなお店があったり茶店があったり旅館があったりする。でそこをずっと間を抜けていくと坂道があって、
でこの坂道をずっと登っていく、まあ、40分ぐらいでしょうかね、行きますと箕面大滝があるという、まあ、そういうこう素晴らしい近代観光都市みたいなものを言ったら、まあ、人工的に作ったわけですね。でその時に近所にですね、言ったら、まあ、何ですか、別荘じゃないですけども、ちょっとゆったり生活したいわという人たちのために設けたすごく近代的なモダンな住宅をダーッと建てたですね、そういう、こう宅地開発というものがどん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 進んでいくわけです。今で言いますと桜井とか桜ヶ丘という地名のあたりだそうですが、で現在もですね、この建物、大正時代の建物が建っている、当時住宅博覧会があったそうですけど、日本で2番目に開かれたんだそうですよ。最初は上野で、同じ年の何ヶ月か後にこの箕面で、すごいですね、そう聞くとね、開かれたそうなんですけど、桜ヶ丘洋館通りというところがありまして、まあ別にその観光地化をすごく進めているっていうわけではないんですけど、本当に大正時代に建てられた建物がずらずらっと並んでいてね、おしゃれなんですよ。今逆にこういうお家に住みたいわと思う人も多いんじゃないかというぐらい、瓦屋根があるんですけど、すごく鮮やかなオレンジ色でですね、壁面は白い、これはまあ漆喰の壁だと思うんですけどもね。で綺麗に整備されたやや洋風のお庭、庭木がありまして、本当におしゃれな建物で、こういうような、まあ、他にもいろんなパターンのものがあるんですけど、洋館みたいなものがトントントンと今も立ってるんですね。で現在もお住まいの方が大勢いらっしゃると、ちょっと数は減ってきているようなんですけども、今でも行けば見ることができます。でこの辺りにはかつて都町長さんも住んでいたっていうね、有名人もこぞって住みたがるような、そういう、まあ、町だったわけですよ、この箕面というところはね。でここが宅地開発として非常に、まあ、人が多くなっていって、まあ、住む人も増えてきますよね。でそうするともうちょっとこう宅地開発広げていったら人増えるんじゃないかということで、昭和45年の大阪万博の時を境にですね、この今度は今のは西側だったんですけど、箕面市の東部側、東側でですね、大規模な開発が進みまして、もう次々とまた立派な邸宅お家が立つようになる。でそこに移り住んだのは上沼恵美子さん、それから西川清さんというですね、すごいですね、関西の芸能界で財を成すと箕面市に住むということなんですよ。で今はですね、また新たにもうちょっと東側のエリアが再開発というか、もう本当に開発が始まっているそうで、どんどん人口がまた増えてきていて、もうちょっと奥まったところですね、とどろみ地区っておっしゃってましたけどもね、のあたりも今は大規模なこの開発が進み始めていて、どん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 若いですね、世代、子育て世代の家族が住むようになってきているそうで、ものすごく右肩上がりなんですって、今人口の増え方が、特に子どもの増え方がもうすごいらしいですよ、ガガンと上がっているらしくてですね、人気があるんですって。その轟地区あたりの人口の平均年齢でいうと27歳とか8歳とからしいですね。相当だから若い世代が移り住むようになっている。まあそれもそのはずで、住みやすさランキングっていうのがあるんですけど、そのランキングの中では大阪では7年間連続1位をキープしているというですね。でさらに2020年には新しい駅ができるっていう、これでまた人増えるだろうと、おそらく地価が上がるだろうと、多分その固定資産税も上がるだろうというふうに、まあ見られているというような場所なんだそうです。市長さんがそういうね、こう子供さんを育てる人たちをどんどん、まあ、誘致といいますかね、住んでほしいという思いで、いろんなことを考えているんだそうです。職員の方も 50% 以上が箕面市民ということでね、私もいろんな市役所町役場行ってますけど、意外と遠くから通ってる方って多いんですよね。なんですけどこの役場の方々は本当地元の方が多い、それはやっぱりいろんなものを見ている役場の方々でもこの場所が一番だっていう気持ちになれるという、まあ、それぐらい郷土愛のある町だということがまあ分かるんですけどもね。ただそれだけ開発が進んでいると聞くと、もう車バンバン走っていて、もう全部がコンクリートジャングルで、とんでもないタワーマンションが建ってると、そういうことじゃないんですよ。
緑を守る町づくりもきちんとしているので、山がすぐそばにありますし、湧き水なんかも出ていましてね、水も綺麗だそうですけどね、というようなこの箕面市、いろいろな資料をくださいました、その市役所の方がね。その中で私が特に気に入ってるのがですね、このプラット箕面っていう雑誌というかね、冊子なんですけどもね、これ2017年版のやつを私はいただいたんですけど、箕面を思いっきり楽しむタウン情報誌プラット箕面っていうふうに書いてあるんですけど、これがね、裏はですね、ゆずのキャラクターですね、これ地元では有名な、滝の道ゆずるというですね、お侍さんの格好をしたゆずのキャラクター、ゆずの生産も盛んなんだそうですが、まあ裏表紙なんですけど、表紙がですね、上半分にパステルカラーのですね、ちょっとマットな感じの印刷がされていまして、でそこにプラット箕面っていうのがですね、この筆記体でこうおしゃれに黒文字で書かれていて、で下半分はですね、若い女性の方が2人ですね、笑顔で、ちょっと横打ちでビールを飲んでいて、そこに、ウェルカム箕面大滝って書いてあるっていうんですね、あれこれどっかで見たなっていうね、今日私番組の冒頭でなんか説明したなみたいな感じの、これなんか影響受けてんじゃないかなみたいな、とてもおしゃれなですね、こういう雑誌をいただきました。ただページ1ページめくりますと、そこにはすぐ水漏れ、つまり故障から雨漏りまで水のことなら何でもお任せくださいって広告が入っていたり、まあ、ちょっとイメージ違ったりはするんですけど、でそこにね、いろいろ書いてありました。もちろん滝を見に行くのもいいし、それから勝王寺というね、だるまで有名なお寺がありますよ、それから大江戸温泉物語、箕面温泉スパガーデン、これもおすすめというね、いうようなことがあったり、いろいろ書いて、もちろんもみじの天ぷらも有名なんだけど、箕面ビールっていうのがありましてね、あそうか、箕面ビールってたまに居酒屋さんなんかちょっとおしゃれなとこ行くと置いてるなと思いまして、これ箕面で作ってるんですかって聞いたら、もうこれはもう今大人気ですよなんて言って、ぜひこれ行ってくださいよ、作ってるところありますからっていうので、じゃあ行ってみますって向かいました。この箕面ビールを作ってらっしゃるお店がねありまして、でまあそんなにね古くからやっているわけではないそうなんですよ、3年ぐらいっておっしゃってましたがね、割と最近始めたっていう風におっしゃってたんですけど、この箕面ビールね、すごくね人気があり、3年ってことはないかな、もうちょっと前かな、でも2013年には何か賞をもらったりしてるな、2009年に受賞したりしてますから、まあかなりもう長いことやってらっしゃるんでしょうかね、もっと前からやってるのかな、お店を始めたのが3年前ということかもしれません。でこの箕面ビールなんですけど、可愛らしい小瓶にね猿の絵が入っていて、かつては悪さをしていた猿がですね、今ここにこの箕面ビールにこうやって生き残っているわけなんですけど、非常に可愛らしくて、あとはちょっとこうなんていうのかな、これは北欧チックと言ったらいいんでしょうかね、すっきりとしたラベルのとても可愛らしい、小瓶がずらーっとねお店の中に並んでいましてね、でもちろんお店で飲むこともできるんですよ。でまあ今日生放送がありますんで、残念ながらね、飲まずに帰ろうかという話も出たんですけれども、やはりここは実際に体験をして喋るのがやっぱりこのコーナーのその役場で GO の醍醐味だろうということで、行かないわけには行くめということでですね、ビールを2杯頼みましてですね、インペリアルスタウトという、これすごいですよ、世界のビールコンペティションで2009年から3回も世界金賞を受賞しているという、黒っぽいビールでしたね。これが一番王道だそうです。苦味もありますが、ちょっとねコーヒーのような感じで、後味もすっきりとしていて非常に美味しかったですね。そしてこの冬の間だけ冬季限定販売されているゆずホワイト、ホワイトの和は漢字の和、和、漢和辞典の和ですね、和風の和なんですけど、ゆずホワイト、頭にゆずの葉っぱをくっつけた猿が描かれている瓶なんですけど、これねコップに注ぎますと非常に透き通ったとても綺麗なですね、黄金色と言ってもいいと思うんですけど、でやや薄めの金色っていう感じですかね。ベルジャン酵母というものを使っているそうなんですが、独特のですねちょっと複雑な風味なんだけど、後味は非常にすっきりとしていて爽やかな香り、今だけ冬の間だけ飲むことができるということでいただきました。これもまたね対照的でやや甘みもあって飲みやすかったですね。
やっぱり、ね、女性の方に人気があるみたいですね。でね、ここ行きますとね、まあ、瓶もいっぱい並んでいて、瓶での販売はなかなかやっていないそうです。土佐堀にもねお店はあるんですよ、飲める場所がね。でそれから、天満にもあるんですね、北区の天満にもありまして、どちらもあるんですけど、そういうこう持って帰れるというお店はここだけだっていうふうにお店の方がおっしゃっていました。種類もすごくねたくさんありました。で今でしたらね、不定期醸造商品のカルベネっていうのもね、今っていうか今日はありました、私が行った段階ではね。で私は買いました。今しか手に入らないって言われちゃったから、そんなこと言われたらもう買わないわけにいかないじゃないですかね。スタウトと一緒に2本買って帰りましたけどもね。で虹浦っていうねこう有名な手ぬぐい屋さんが関西ではありますけど、この虹浦とコラボレーションをして作った手ぬぐいね、これもですね置いてありまして、大変これもおしゃれで買いましたですね。私はねもうすっかり楽しく、アルコールの力も手伝ってくれたのかなっていう気もするんですけども、金払いよくこう買ってしまいましたですね。まあ本当にいい気持ちになりまして、お店の方に挨拶をして出ていきました。まあちょっと今日はあいにくの雨だったんですけど、ザーッと雨が降り出しましてですね、まあ、それでもこうめげずにちょっとこう街をやっぱり歩くのが大事だと思って、歩いておりましたら、こうちょっとね後ろ振り返りますとね、こう山沿いにねずっともやがかかっていたりして、ね、非常に綺麗なんですよ。雨だと雨でね非常に綺麗な場所なんだなと思ったんですけど、天気良かったらより良かったと思いますね。でこのミノービールの売っているお店を離れますと、ちょっと歩いただけでね、なんかねものすごくね広い畑があるんですよ。田園地帯みたいなところがあるんですよ。でかつての街道沿いですね、西国街道がずっと続いているところがあって、そこの辺りを歩いておりましたらね、右も左も立派な蔵付きの家、まあ、昔の農家の方の住宅ですね、それがほとんどそのままどこも残ってるんですよ。これがねなんかちょっとこんな雰囲気のところに大阪のあの梅田から電車で20何分で着いちゃうんだと思ってね、結構びっくりしたんですけど、でそこずっとこう抜けていきましたらね、また気になる看板があるんですよ。これがね非常にもう私はこういうのに弱いの、茅野三平宮廷あと 0.9km って書いてあったんですね。これ1キロだったらもう行くのやめよう、雨だしと思ったんですけど、 0.9km って言われちゃったらね、なんか行けそうな気がすると思って、で歩き出しました。ひどい雨の中だったんですが、もう途中で引き返そうかとかも思ったんですけど、行けども行けどもここじゃないって言ったら、ただの立派な農家の家ってみたいなね、ずっとこうそれを繰り返しまして、ここじゃないここじゃない違うここじゃない違うをずっと繰り返しながら、スタッフ2人もちょっと嫌な顔しながら一生懸命こうね歩いて行きましたら、これね雨の中歩いて行った甲斐があったんですけれども、それはまた番組の後半でお伝えいたします。いやもう準備万端、自動車道ですよ、本当にもう全部揃ってますよ、もう綺麗に出来上がっておりますんでね、それだけは楽しみな今状態なんですけれども、今日は箕面に行ってきました、箕面市に行ってきましたので、その話をしておりましたら、晴れ時々心心平さん、今日は箕面の特集ですね、私の箕面の思い出は10年前に会社をリストラされ、ちょっと悲しい思い出ですが、転職活動が成功するようカツオ寺にお参りに行ったことです。まだ神戸に住んでいた頃、何としても新たな就職先を決めたいと思い、電車とバスを乗り継いで勝尾へ行きました。ちょっと遠いですけどもね、いいとこですからね。着いたら階段を何段も上り、本堂でお参りをし勝ち運をつけてもらった結果、その後すぐに就職先が決まりました。箕面は自然だけでなく何かパワースポットのような感じがしました。人生の大事な節目に箕面には本当にお世話になりました。以上、箕面についての感想でしたということです。思い出があるんですね。カツオ寺ね、勝負の勝というね、勝という字に尾っぽの尾とがきますからね、なんだかそういう勝ち運っていうのはもらえそうな気がしますよね。だるまさんがいっぱい置いてありますもんね、有名な場所ですよ。晴れ時々心心平さんにはタオルをお送りいたしましょう。それからですね、のりさん、北区にお住まいの方ですが、箕面のお話とても楽しく拝聴しましたというふうに書いてくださってますが、まだ続きますよ。以前職場が豊中だったので、外回りの間によく、
台湾ラーメン屋さんに行きましたと。はあ、そうですか。とても美味しくて有名ですがご存知ですかということで、ありました。あ、牧内の台湾ラーメン屋さん。私どもは今回は行かずに、今回行ったのは北摂スパイス研究所というカレー屋さんに行きましたけど、ね、美味しかったですよ。ここもミノビールいっぱいありましたけどね。ミノは真の金持ちが住む町と聞きますがというストレートな書き方ですね。街並みも穏やかでとても好きです。転職してから行けていませんが放送を聞いてまた行こうというふうに思いましたということですね。なるほどね。それからですね、 GTO さん、マキオチは父の実家だったので私は母のお腹の中にいた頃からしょっちゅう行っていましたが、地味で静かなところで話題のスポットもなく、親族以外の方の口からマキオチという地名を聞いたのは福島さんが初めてですという。私も初めて今日言いましたね。半世紀ほど前はまだ開けていないところ、まだ開けていないところということですかね。で、今のような高級住宅地ではありませんでした。今はもう親族は誰もいなくなって行くこともなくなりましたが、お話を聞いていると随分変わったなと感慨深い感じがします。何十年かぶりに行ってみようという気になりましたというメッセージです。ありがとうございます。お二人にもタオルをお送りいたしましょう。はい、今日はですね箕面市に行ってきたのでそのご報告をしておりますが、さっき喋っておりました雨が降り出しまして、その中歩いて行って、西国街道沿いずっと歩いていきますとですね、本当に立派な農家のお宅、歴史的な建物がずらずらっと並んでいる時にところにですねありましたよ、茅野三平旧邸というところがねありました。この茅野三平という人を知っている方は何で知ったかですね、まあ映画にもなりましたので有名な方だとは思うんですけれども、延宝3年といいますから西暦でいうと1675年、この茅野っていう地名があるんですけどね、そこで生まれたんだそうです、この三平という人は。で、お父さんのご主人様が大島出羽守という人がいて、でその人が彼いいよっていうふうに言いまして、1687年に13歳で播州阿公のですね浅野家に勤めるんですね。そこでも働き出すわけです。で時は元禄14年ですね、有名な3月の14日ですね、浅野匠守が江戸城のこう松の廊下でですね吉良上野介にバーッと刀を切りつけてしまった人情事件、人情沙汰がありますね。この時にですね、阿公藩の上屋敷にこの三平はいたんですけども、事件を阿公の人たちに知らせなきゃいけないっていうんで、その伝令役としてですね早かごになりまして、ずっとこう走っていったそうなんですよ。でこのかごがですねずっとこの西国街道をずっと阿公に向かって走っていきますね。かごが方で進んでいく。でその時たまたま自分の実家の前を通ったんです。本当にあの西国街道の目の前でしたからね、もう沿いでしたからね。そうバーって走っていったら、あれってお葬式出てると思って、と思ってよく見たらですね、お母さんのお葬式だ、自分の母親のお葬式をたまたまやっていた。え、母ちゃん死んだのってなってですね、でものすごく悲しい気持ちになるんですけども、でも今は勤めているこのお家の一大事ということで、泣く泣くその実家の前をですね早かごで通り過ぎまして、でこの阿公のお城にまでたどり着いて、こうこうこれこれこういうことがありました、お父さんは大変ですよっていうお話をこうしたというね、皆さん大変ですよって伝えたっていう、まあ、そういう人なんですけど、まあ、言ったらその中君といいますかね、自分が勤めている使えているからにはその自分の仕事に全うするというね、忠義の、まあ、一つの形だと思うんですけれど、でいろいろあって阿公城はもう会場となりますね。でその会場があった後ですね、自分の地元に戻るんですね。この茅野というところに戻るんですけど、ある日ですね、大石蔵之介がですね、その仇討ちをやるというね、でその仇討ちの中にあなた入りませんかっていうような話が、あるわけですよね。でまあ自分が本当に勤め上げたお家の一大事ですから、それは私もご一緒して仇を討ちますっていうふうに言った、思った。でそれに対してですね、この三平のお父さんはですね、重利はですね、この言ったら自分の上司が自分の息子を、まあ、推薦してこのお城に入れてくれたわけですよ。ですから、まあ、言ったら自分のお父さんの上司に
そういう敵討ちのようなことをやっちゃいけないことをやっちゃうと迷惑がかかるんじゃないかということで、お父さんはですね、三平これはやめとけと、それはわかるけど、気持ちはわかるし、お前偉いけど、ここは行っちゃダメだというふうに言うわけですね。でこれでまた困るわけです。三平はね、自分の親へのこのね、孝行の気持ちもある、でも自分の勤めているお城の忠義奉公の気持ちもある、この板挟みになりまして、苛まれまして、で三平はですね、元禄15年の1月の14日自宅にあります長屋門のですね、とある部屋で自刃、刀をお腹に突き立てましてね、切腹ですねをいたしまして、27歳で亡くなったという、まあ、そういうお話があるわけですね。晴れゆくや日頃心の花曇りというですね、時世の句を残しまして亡くなったというね。でこの亡くなった実家っていうのは今も敷地は残っておりまして、で、切腹をした部屋もですね、この長屋門は残ってますんで、そこにあります。でそこにはですね、この茅野三平をかたどった木彫のような、多分木彫だと思います、木を彫ったですね、像が安置してありまして、今もこの茅野三平の物語を知る人たちが足しげく通うという場所なんですね。今日はたまたま大雨で、平日のど真ん中ということもありまして誰もいませんでしたけれども、我々はそこに入っていきまして、受付の方は一人いらっしゃって、見ていいですかどうぞというふうにおっしゃってたん で、あの入場無料でしたね。月曜日だけ休館というふうになってましたが、本当にあの中に入ってこの茅野三平という人のことを知ることもできるというですね、ゆかりの品々もいくらか展示してありました。多分桜の木の割っていたことと思います。ど真ん中には、立派な桜の木だったと思うので、あれが春になるとまた綺麗に花を咲かせるのではないかなと思って、また暖かい行楽シーズンになったらこういうところに行ってみるのもいいのかもしれないなというふうに思いましたね。あの道端には菜の花がちょこちょこと咲いていたりして、春の訪れを感じることもできました。でそこからですね、また少し歩いていきますとお寺が一軒ありまして、でこのお寺京岳寺って言うんですけど、ここはですねカルピスを発明した人が生まれた家、あのお寺ということで、その人にまつわる石碑が立っていたり、お寺の本堂の中たまたま本当にあの入れていただけましてね、まあ、お寺のあの方は奥様だと思うんですけれども、ご住職のその方が入れてくださいまして、でなんか見せていただきました。ちょうどねなんか仏具を磨く日だったらしくて、今日はほとんど何も置いてなかったんですけど、壁際のところにはちゃんとここなんかカルピスのですね、なんか絵がいっぱい飾ってあったりとか、カルピスの最初のパッケージの復刻版のものが置いてあったりですね、それからカルピスのポスター、あとカルピスが出していたあれはテレホンカードですね、多分もう今となっては貴重なものじゃないですか。長嶋茂雄さんとか、あとは内田有紀さんとかだったかな、斉藤由紀さんもいました。内田由紀さんとか斉藤由紀さんとかいろんな方のものがね、まあそんなに大きくはありませんけども置いてあって、でこのカルピスを作った人はモンゴルにね留学というか勉強で行っていた時に、たまたま地元の人たちが飲んでいた三乳という飲み物を知って、でお腹壊しちゃった時にそれをいただいたら なんだか知らないけどこう元気になったんですって。でこれはいいっていうんで日本にも広めたいっていうんでカルピスを作ったんだよというようなことが、まあ、ずらずらっと書いてあって、ちゃんと検証されていましたね。ただお寺の敷地内にカルピスの自動販売機はなかったので、それを置いたらいいのにということをですねお寺の方に言いまして、そうなんですよなんていう会話をしてですねお寺を後にしました。でさっき言った通り、北摂スパイス研究所でカレー食べまして、美濃駅の方まで移動しましてね、で資料館を見て、資料館もあるんですよ地下のところに、ちょっとあの小学生が大量に流れ込んできたんで、逃げましたけれども、で他にもねミスタードーナツの1号店ありましてね、これ多分関西の方はよく知ってると思いますけど、ここ行って多分近所の高校生とか大学生が勉強してるんだと思うんですけど、その人たちの後ろの壁にはこうミスタードーナツの歩みがですねこう写真などとともにいっぱいこう飾ってあって、そういうのを見ていやミスドいいな頑張ってんなと思いながらですねこう感慨深く思うわけですよね。ミスタードーナツのあのあるじゃないですかマーク、その下にこう001ってね001ってこう書いたナンバーワンのですね1号店ですよっていうのを看板写真撮って、であとはその後そうですね遡って
で、あ、もみじの天ぷらってこれいつのもみじですかとか、ね、去年の秋のやつを塩漬けにしてるんですよとか話をして、ああそうですかとお店の方に言ってですね、でスパガーデンのエレベーターに登って降りてきましたね、大江戸温泉物語ですが、今はね、美濃温泉スパガーデンの展望エレベーター展望エレベーターって名前がついてましたけど、あれで上がって降りて帰ってきましたね。もう余すところなくとはさすがに言い切れません。なんかあの他にもフライドチキン食べ放題の店とかもあるらしいんですけど、ケンタッキーのね、いろいろいいところはいっぱいあるらしいんです。それはですね、あのこのアンドプレミアムによく似ているこのプラットミノーにね乗ってますんで、ぜひそれね役場に行ってもらって話聞いていただいたらいいかなというふうに思います。